こんにちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。本日はですね、アップカミングなブランド、皆さんにおすすめしたいブランドを一つ紹介したいと思います。それは、パリのブランド、パラドクスパリというブランドです。先日行われたパリファッションウィークにおいてですね、リックオーウェンスのルック37のブッシュパンツと、あと、ルック何番目だっけな、ブッシュジャケットを、制作したパラドクスです。そういうね、依頼を受けて、そういう大きなブランドの服を作ったことで、今後人気にさらに火がつくんじゃないかなと思っていて、日本で取り扱いっていうのがほとんど今のところないのかな。多分 2,3 年前にトラックパンツが一瞬流行ったブランドなんですよ。こういうストライプのトラックパンツ、ストライプっていうか、まあ横にね、こういうニードルスみたいな感じのトラックパンツで一瞬流行ったブランドなんですけど、それしかね入れてないんですよ、セレクトショップが。ここ僕は僕絶対ね、バイヤーだったら絶対入れたいブランドなんですよね。バイヤーじゃないけどはい、担当職員に言うとですね、僕から見て今世界一イケてるデニム作ってるブランドだと思ってます。ここのね、デニムのこの加工センスっていうのがすごくて、先日紹介したね、プロレタリアートさんの、デニムはですね、もはや芸術品というか伝統工芸品に近いようなものだと思ってるんですけど、パラドックスのやつは本当ね、今すぐストリートで使えるやつっていう感じなんです。で、どこかにモード感があって、で、独特のちょいフレアになってて、ちょうど今それって感じのシルエットでやってくれてて、本当ね、僕から見ると今世界一かっこいいデニム作ってるのはパラドックスだと思ってるんですね。で、ここはですね、もともと、ジェレミーっていうデザイナー、坊主のデザイナーさんとエリーっていう、その二人のデザイナーさんがやってて、で、マーケを確かラファエルっていう人がやってるんですよ。中の人とちょっとこう、なんだろう、DM とかでやり取りさせてもらったことがあって、ずっとね、注目をしてたんですけど、特に、この一年ちょっと、あとはパラドックスのそのクリエーションがもう一段ガンって上がったような感じがしています。もともとこのブランドね、小さなブランドで、おそらく工場じゃなくて自分たちで縫ってるブランドだと思うんですよ。生地問屋みたいなところになんか出かけてくのがストーリーに載ってたりとかするんで、多分自分たちで縫ってるんじゃないかなと思うんですけど、なのでこうね、型があって、例えばトラックパンツとかこうガーッとね、縫いやすかったりとかするんだと思うんですよ。で、そういうブランドだったんですけど、本当この1年ぐらい本当加工が神がかってきて、アリクスとブラックミンズのコラボデニムみたいな感じで、まあ、こういうなんかダメージデニムってあるじゃないですか。僕もこういうものフルダメージのやつを自分で加工で作りたいなとかいろいろ考えてたんですけど、なかなかこう時間が取れなかったりとかっていうので全然作れてなくてですね、どっかかっこいいのないかなと思って探してた時に、いや、パラドックスすげえかっこいいと思って、持ってないんですよね。で、今ユーロがっていうか日本円が弱すぎて、海外のものを買うと結構高くなっちゃうっていうのがあるんですけど、おそらくね、このリックウェンスとコラボというか、コラボになるのかな、依頼されて作ったってことになる。コラボっていうのが今ね発表されてるから、来年おそらく店頭に並ぶんだと思うんですけど、それが出たらおそらくパラドックスも世界中からもっと注目を浴びると思うんですよ。なのでおそらくばっかりであれですけど、価格来年から上げるんじゃないかなと思ってるんですよね。だいたいこういう手作業で一個一個加工するやつって数が限られちゃうんですよ。時間かかるでしょ。で、一本あたりだいたい何時間かかると。で、その人の時給っていうのは人気が出れば出るほど絶対に上がっていくので、今だいたい加工ブッシュパンツが10万ぐらいだと思うんですけど、おそらく未来的には20万、30万っていう風になっていくのかなっていう風に僕は思ってます。高いからどうとかじゃないんですけど、なので買うなら今かなと思ってるブランドの一つなのと、国内のセレクトショップさんはですね、ぜひパラドックスのデニム入れてほしい。条件がもしかしたら折り合わないのか、その生産数に限りがあるからなかなか、あれなのか、現地、パリまでなかなか行けないのかとか、いろいろあると思うんですけど、僕はできればこう、国内でそういうのを入れてるのを見たいなっていうのもあって、で、ここのデニムね、すごく、モードとか、その、まあ、
ックとかもあれですけど、まあちょっとね、ダーク系のファッション、僕みたいに黒い服大好きな人たちにも、すごい合う系のシルエットなんですよ。独特のシューカットになってて、もうこれね、いろいろ写真見てもらった方がいいと思う。このデニムの捉え方とかも、僕すごい自分好みっていうか、なんか僕もリメイク以前やってたんですけど、すごいね、なんかこう好みにドンズバな感じの加工してくれてるわけです。ハーフパンツもドーンって太くて、ちょっとね、ブラーンとするやつがついてたりとか、すごいなんか、あ、すげえわかるみたいな感じの、なんだろう、ちょっと表現が下手なんですけど、はい。そういう感じで、ストリートにも、モードにも、ダークファッションにも、ちょっとテックっぽいものにも合わせやすい。若干、もう最近加工がすごい細かくて、アルチザン寄りでもあるようなブランドなので、ほんと今後楽しみ。おそらく来年すごく人気の出るブランドじゃないかなと思ってます。このパラドックスパリス、はですね、まあ、の概要欄にリンクをね、インスタのリンクを載っけておきますけれども、かっこいいんでチェックしといて損はないんじゃないかなと思ってます。キレッキレの加工デニム欲しいっていう人は、ここのやつ僕は今一番かっこいいと思ってますね。なかなかね、ちょっと勢いづいて買ってはいないんですけれども、なんかそのうち手に入れたいなと思ってるデニムの一つでございます。今回はですね、パラドックスパリスの紹介をさせていただきました。すごいかっこいいんで、何度も言うんですけど、以前入れてたショップさんはね、何店舗かあるんですよ。国内のパラドックス。トラックパンツだけなんですよ。あれはね、まあ、かっこいいかもしんないけど、パラドックスの良さっていうのが、あんまりこう、なんだろう、まあ、あれは提案しやすいし、値段もあれなんですけど、やっぱね、加工デニムでやってほしいなと思います。どっかね、入れてくんないかなと。いかがだったでしょうか。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。私、ヘルメティックというブランドをやっております。現在ですね、先行受注期間中でして、6月30日の23時59分まで、先行の予約を受け付けております。もうちょっとね、閉じてしまうので、一旦。気になっている方はお早めに、ご予約をお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。